はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テッケテッケです。そして今回キョンナちゃん、まあ、先ほど分析前編動画出してきましたが、はい、今回の動画ではタイマン戦ですね。はい、今回私も雪女ちゃん登用するとこまで持ってきましたが、その後ですね、ちょっとさっきも紹介させていただきましたが、はい、今回こちらのジャスさんが雪女登用して2400万ぐらい、はい、プラス7覚醒してもう速攻で育ててくれていたので、今回はこのジャスさんに肩をお借りして雪女の検証ですね、ジャスさん主役でジャスさん雪女で検証させていただきたいと思います。まあ、MR アバターのキャラクター、結構私願い返しサバで検証すること多いんですが、そうすると大体レベル130とか、まあ、140とか、まあ、そのぐらいのレベル帯で検証して、プレイヤーさんによってはもうちょっと上のレベルで検証してほしいっていうようなプレイヤーさんもいたりするんで、まあ、かといって私の方も毎回のキャラクター全てある程度レベルが高いサーバーで検証するような育成リソースはさすがに追いつかなくなるので、まあ、こういう風にリリース初日に登用してプラス7覚醒まで持ってきてくださるのはマジで助かります。はい、ジャスさん本当にありがとうございます。はい、みんなジャスさんのおかげで今回の動画はあるんで、ジャスさんに感謝しましょう。はい、こんな感じでちょっと今後はもしよかったら新副賞出てきて、まあ、大体2000万ぐらいの副賞ちゃん作れる方、私にこちゃいただければ、もしかしたらその方を主役にした動画で検証するようなことも今後はやっていこうかなと。まあ、結構2000万ぐらいの戦力での戦い見たい方多いと思うので、で私も育成リソース足りなくなること結構あったりするんで、めちゃくちゃ助かるんで、まあ、もしよかったら今後ですね、新キャラクター出てきたタイミングなんかでこちゃでもうプラス7覚醒まで速攻で持ってきましたみたいなね、方がいらっしゃったらご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。で、今回ジャスさんですね、かなり奥義なんかも解放されてる方で、めちゃくちゃありがたいことに私の検証サーバーの副賞ちゃん、まあ、2000万ぐらいの副賞ちゃんが結構いろんなサーバーでいるんですが、そこに合わせて2000万ぐらいになるように調整してくださいました。まあ、それでも奥義かなり解放してるんで、 HP2700 万もあるんで、その代わりバリアなんかを弱くしていただいて、まあ、バリアは280万ぐらいのバリアと弱めのバリア で防御力なんかも、まあ、それでも 90% 超えのめちゃくちゃ硬い状態なんで、まあ、めちゃくちゃ弱くもないし、やや手抜いてくれてるしっていうところで、まあ、めちゃくちゃいい塩梅に調整していただいて、はい、貫通なんかもちょっと保持貫通少しだけ少なめですが、まあ、これでも十分機能としては見れるかなと。で、あとは、まあ、その分ですが、砲術会心ダメージなんかが 392% あって、まあ、これ雪女だと 320% とかそのぐらいが無備課金のリアルだと思うんですが、ちょっとここが高いですね。はい、あとはちょっとダメージ反射が強めにあったり、まあ、状態性もパッシブ 42% あったりと、ちょっと奥義解放してる分やや強めの雪女になりますが、であと攻撃力が456万から640万あって、まあ、ここの火力が高い部分なんかについても、はい、こちらもそれに対して、まあ、ちょっと奥義の解放数なんかは足りないので、その分声援装備なんかをがっつりつけて、まあ、HP は1900万とちょっと低めですが、はい、その代わりバリアなんかで、例えば物理バリア1400万分ぐらい作ったり、まあ、今回でいうと砲術バリアですね、900万分作って合計同じぐらいの HP のような感じで作ってみたり、であと防御力なんかもうちのキャラクターたちですね、 90% 超えで作ったり、貫通なんかも、まあ、ややむしろ砲術貫通なんかは周りに勝ってましたね。だったり、はい、というようなところで、まあ、HP や攻撃力だったり会心ダメージの部分はやっぱり奥義で差ついちゃってますが、その分声援装備なんかで固めてバランスを取るような形で、まあ、なるべく同等に近い形で調整させていただいた上でタイマン戦させていただく形としました。ジャスさん調整までいただいて本当にありがとうございます。はい、そしてジャスさんの雪女ですね、タイマン戦どんどんやっていきますか。さあ、まずは孫権ですね。はい、こちら、まあ、孫権に関してはちょっとあえてローコスト孫権ということで900万の孫権で用意してきました。はい、であとレベル差がかなりあるんでミスが出ちゃうところはご愛嬌で、まあ、なるべくミスがあんまり出てない回を選んで収録に採用させていただいてますが、まあ、どうしてもレベル差はちょっとあるんで、まあ、そこだけはちょっと装備なんかで調整することが難しかったんで、その点ご了承いただければと思います。はい、そして、はい、今雪女の2回の 15% 削りの後、はい、一発でかいスキル1が飛んできましたが、早速この0と黄色い字で今孫権のとこ書いてありますね。これ0と出たら致命ダメージまで届いているというふうに見てもらえればいいかなと思います。はい、そしてもう一発0と、はい、この子ですね、雪女一発一発が、まあ、ガクシンちゃんなんかと同じく範囲攻撃キャラなんですが、敵一体になると一撃ドカンの防御無視攻撃を飛ばしてくるんで、まあ、孫権みたいに攻撃回数が多いキャラクターの連撃を一発一発は火力ちっちゃいんでこまめに受け止めて 10% 回復するようなタンクキャラクターにとっては、特にローコスト孫権の場合なんかには一気にこんな感じで怠慢になると一撃ドカンのダメージで HP10% 回復させてもらえないんですね。はい、2回落とされました。はい、でさらにスキル2、またパッシブの 15% 削りからですね、はい、この見てもらうと 15%HP 削りに関しては反射ダメージ飛ばせないんで反射食らってませんね。はい、そして2発ぶつけて、はい、もう2ターン目で孫権負けましたね。ものすごいハイスピードでタンク孫権、まあローコストとはいえ雪女全く攻めきれずに負けとなりました。いや、いいっすね。いや、てかまあ本当孫権が対策されちゃってますね。かなり運営さんに目つけられちゃいましたね。さあ、じゃあお次行きましょう。はい、2200万の利子ですね、先手で殴らせてもらって、基本今回はこっちが先手で殴ってます。なんで雪女が虚弱化入る前になるのでちょっと有利なんですよね、こっちが。まあ、にもかかわらず、まあ、試合としては難航して、
まあ、範囲に対して2回攻撃しかできない雪女ですが、まあ、長期戦にはなっちゃうんですが、李氏の攻撃なんかもしっかり防ぎながら、まあ、李氏に虚弱つけて、はい、李氏の攻撃ですね、あんまり痛くないんですね、スキル1。ただスキル2ですね、李氏のスキル2は結構威力あるんで、これですね、これがちょっと痛いです。でしかも、はい、影子をつくんですが、李氏は剥がせるんで、はい、影子を剥がされちゃってますね。なんでちょっと耐久の要の一つが李氏相手だと剥がされて殴られて、まあ、雪女の弱い部分はここですね。はい、トスで長期戦になってますが、まあ、やっぱり硬さは硬いんで、李氏のスキル2以外はそんなに痛くないということで、はい、結局雪女の火力が1対1だと思った以上に強く、はい、だいぶ李氏を攻め立ててますね。まあ、李氏の方はスキル1だとダメージ出せないんで、スキル2の方で頑張ってるような感じですか。はい、まあ、とはいうものの、そろそろ、はい、結構削ってるんですけどね、雪女のことも。はい、ただ結局は雪女の勝ちで、はい、勝利となりました。はい、じゃあお次いきましょう。桃地丹波、はい、スキル1痛いですね。雪女一気に1名まで持ってかれて、 2回目いくかミス出ちゃいましたね。あと氷害による 50% の確率のカットが出たときはマイナス1と出るので、はい、これですね、マイナス1、これ覚えておいてください。ちょっとそれプラスミスも出ちゃってるんで、今桃地だいぶ運悪かったですが、まあ、こんな感じで 50% ダメージカット機能ですね、でカットできたり、まあ、虚弱も常に桃地についてるような状態。毎ターンスキル攻撃の時だけでなく、ノーマル攻撃の時も虚弱張り直しますんで、はい、そのせいで桃地も火力不足になり、まあ、結果怠慢でまさかの桃地に勝利と。これはすごいですね。はい、じゃあお次行きましょう。マーリンですね。はい、風魂つけられて、ちょっと風魂は痛いんですけどね、これどうなるか見ていきましょう。はい、風魂ダメージで、まあ、致命まで持ってかれましたね、1回。まあ、ただ攻撃回数少ないんで、風魂単数残したまま引き継ぎ状態ですね。まあ、とはいえ風魂はやっぱり痛いことは痛いですね。でマーリンあと怠慢だとスキル2が、はい、こんな感じで連撃になっちゃうんで痛そうですね、単純にスキル2も。まあ、ただ虚弱とかつけて一応はマーリンの火力も落としてはいます。はい、とはいうものの、まあ、マーリン風魂虚弱つけると、あ、負けちゃいましたね。まあ、先手だったらマーリンに先に虚弱つけたりして火力ダウンして勝てた可能性ありますね。いい勝負でした。まあ、でもやっぱりマーリン強かったですね。はい、あとアマテラスオミカミちゃん、はい、このキャラクターもスキル1連撃かなり強く、まあ、バッファーで戦役やボスなんかで活躍できるキャラクターの中では対人戦も強いキャラクター。いや、スキルにも必中でレベル差なんかもかなりありますが、気にせず殴ってきますね。さあ、そして2巡目、またスキル1、これが痛いですね。はい、まあ、氷害のカットだったりミスなんかも結構出てるにもかかわらず、今回この試合確か負けたと思います。でも雪女のスキルもだいぶダメージ与えてますけどね。まあ、ただ雪女攻撃回数が少ないんで、このアマテラシアン祝福状態で、はい、カットしちゃうんですね、こんな感じで。なんで攻撃回数が少ない、その攻撃回数をアマテラシアンは祝福で裁くことができるんで、ちょっと雪女的にはこういうダメージ感染カット系の副将ちゃんだと攻撃が攻めづらいというところがありますね。攻撃回数が少ないんで祝福でカットされて攻めあぐねるという状況で、まあ、自利品でかなり長い勝負になって、はい、カットカットと祝福でカットされて、はい、その間に向こうの連撃が刺さってきて13ターン目敵の連撃でそろそろ勝負がつきそうってところですかね。まだいきますか。14ターン目の必中攻撃で終わりましたか。アマテラスの勝ちと、まあ、攻撃回数が少ないことをうまく手玉に取られました。はい、じゃあお次2100万のアポロですね。はい、ジャスさんの方が戦力的には上ですが、アポロは火力がめちゃくちゃ高いんで、はい、ゼロが出たんで今の致命無視で、マイナス1は氷極カットですね。氷極カット結構出てますが、攻撃一発でも食らうと致命まで届いちゃってるんで、今2回致命無視もう使っちゃいましたね。はい、一方雪女の攻撃なんかも結構当てることは当ててます。はい、これで3回目致命無視までいきましたかね。いやー、でも、はい、この範囲攻撃ですね、ギリ落としきれませんでしたね。まあ、今見てもらうと1回ちょっと止めますが、雪女のスキル1食らった時点で1回ここでアポロが落とされたタイミングでアポロに氷害コピられちゃってるんですよね。はい、これによって、まあ、アポロが硬くなって、まあ、その後なかなかスキル2の火力なんかもかなり強いダメージ出してるとは思うんですが、まあ、氷害付きのアポロはさすがにきついですよね。はい、ここでギリギリ落とせずということになっちゃいましたね。でアポロの2巡目ですね。はい、5ターン目スキル1で落とされて負けと。まあ、隠したアポロですが、氷害コピられるのが嫌でしたね。はい、じゃあトークンの試合見ていきますか。はい、1900万さらに隠したのトークンですが、やっぱりこのキャラクターも火力バグってるんで、はい、攻撃当たると致命無視まで簡単に届いて、まあ、特に燃焼付与しながらの殴りはいろいろダメージカット系すり抜けてダメージ出るんで、まあ、氷極はいい耐久の仕方ですが、はい、それでもかなりダメージ簡単に取って、もう多分はい、全部使い尽くしてましたね、早々に決着と。はい、まあ、ただこれに関してもうまく攻撃をこんな感じで氷極カットしまくれば、あと余計も出てますね、レベル差あって。1回致命無視今持ってかれて2回目まで持ってかれませんでしたね。はい、
まあ、標局の出方によってはこんな感じで長期戦になる可能性もあると。はい、そしてスキル1一発で2回分今致命無視トークンにぶつけましたね。はい、でスキル2もかなり痛そうですね。3回致命無視3回まで持ってきました。でトークンの攻撃は標局でカットしまくると。まあ、なんとかこの標局の発動の仕方によっては、まあ、圧倒的に火力が高いアタッカーとの戦いなんかも長引かすことができて、まあ、50パーというのがでかいですよね。あと、まあ、ちょっと今回ミスも出ちゃってますが、はい、もうこれで多分全部の致命無視雪女使い終わりましたが、トークンの方も、まあ、かなり今消耗してて、はい、この致命無視の回数使い切って勝利と。でちょっと巻き戻しますが、はい、最後のこの5ターン目決着のターンですが、トークンの方にちゃんと極寒がついてて、でその上で雪女の 15% HP 削りがここで1回2回とトークンに入ったことで、まあ、極寒の場合敵の残影 HP にこっちの HP 上限が勝ってれば必中になるんで、まあ、今残影トークンついてますが残影での避けができないんですね。あと凍結によってもちょっと回避値下がってるし、まあ関係なく必中になるんで、このおかげで、はい、攻撃がここで当たって、はい、致命無視一発目。はい、ここで HP 全開にお互いになってますが、最大 HP 同士の戦い、まあ、ジャスさんの場合奥義でかなり HP 高くなってるんで、まあ、雪女の方が高く、結局 HP 満タンだとしても必中ということで残影が関係なく、はい、落とせるという感じで、まあ、HP ちゃんと作られてる方が雪女投用するとこんな感じで弓小キラーなムーブもすることが一応可能であると。まあ向こうの攻撃痛いことは痛いんですけどね、やっぱりインフレ進みすぎて。だからこの必中効果はでかいですね。さあそして、はい、ブリュンヒルドとの試合、ブルちゃんの攻撃ダメージカットやミスなんかで避けてますね。でこっちの攻撃結構、はい、効いてますね。一発で HP 満タンから落としてますね。やばいな。まあ、帽子の攻撃は武将に取りやすいんで、はい、しっかりブルちゃんにもダメージ通してますね。さあそしてスキル2の方も 15% 削りした後、あまだ動けてませんね。この後ですね、はい、復活持ってって、でブルちゃんの攻撃もちょっと痛そうではありますね。まあ、特にブルちゃん狂乱化すると虚弱とか効かなくなるんで、その時の攻撃がかなり痛そうです。はい、撃砕もつけられて殴られて厳しそう。まあ、ただ、はい、結局押し勝ちましたね。いや割と化け物ですね、やってること。思った以上に怠慢も器用に動いてますこの子。はい、じゃあお次ブルちゃんに負けたパターン見ていきましょう。はい、これ負けパターンはこの標局によるダメージカットがあんまりできなかった場合ですね。まあ、こっちの攻めはブルちゃんにもろに刺さってるんで、あとはこの標局カット全然できずに何回も今致命無視受けちゃってますね。まあ、本当にこの標局をいかに決めるかで全然違いますね。特に狂乱で殴ってくるブルちゃんみたいな相手だと虚弱つけれないんで、でそういう相手には火力ダウンがあんまりさせられないんですよね。はい、痛そうな感じで終わりました。さあじゃあお次紫式部、このキャラクターは攻撃ダウンさせたとしても結局は復活時にすり抜け防御虫ダメージ飛ばしてくるんで、ここですね、落としたとこ注目してください。はい、紫式部落として戻ってきた、これが雪女の標局なんかはすり抜け防御虫攻撃は標局カットできないんで食らってしまって、そうなるとこのキャラクター生身だと氷害による 40% カットから 60% カットなんですが、まあ、それに関してもすり抜けることができてしまうので、はい、普通に致命ダメージまで届いていたそうですね。はい、そして落とせば落とすほど雪女もあこれでもいい感じに防ぎましたね。はい、ダメージを受けてしまうと。でまあ紫式部自体も火力高いんでそれでも落とされて、まあ、合わせ技ですね。まあ、連撃が痛いというよりはやっぱりこの復活時反撃がちょっと痛そうだなと。はい、2回落として復活時反撃で結局負けと。はい、結構2000万超えの育成隊で割と育ってはいますが、それでもまだ紫式部やらしさ残りますね。まあこれ卑弥呼だったらさらに痛いんで、卑弥呼だとひとたまりもないでしょうね雪女。はい、じゃあお次見ていきましょう。はい、これはつくよみちゃんですね。はい、スキル1聖護バフ奪いで氷害を奪っていくことができませんでした。これ知力値で勝ってないと氷害を奪うことができず、これ調べてみたんですが、ジャスさんの雪女に27万ぐらいの知力値、対してこっち32万ぐらいの知力値のつくよみちゃんなんですが、雪女場に出た瞬間から知力値が 1.25 倍するんで、そのせいで負けてるんですね。微妙に知力値で勝たないと聖護を奪えないつくよみちゃんからしたらやや天敵になっており、はい、こんな感じで、まあ、特に装備なんかである程度知力作れればそれプラス 1.25 倍すれば、知力パッシブ持ってる副将にも知力勝ちがしやすいということで、まあ、聖護氷害奪われてたらやばかったかもしれませんが氷害を奪わせず勇気女の勝ちと。はい、じゃあお次工芸ですね。はい、弓将でかなり強いキャラクターですが、まあ、工芸に関してもこのキャラクター一撃ドカンが苦手で、まあ、できればこまめに敵の攻撃受けて無限玉壁で、はい、耐久したいんですが一発 ドカンとでかいのが飛んでくるんですね。まあ、ただ今一発は避けましたね感じつて。はい、ただこの後 15% 削り 15% 削りの一発ドカン、あただ 7% よく残しましたね。ただその後の追撃で致命無視まで持ってかれてっていう感じ で一方工芸の方は連撃キャラクターなんで虚弱つけられたり、はい、消極によるダメージカットなんかで攻撃全部受け止めますね。いや強い。まあちょっと1900万でやや格下工芸にはなってますが、この一発ドカンがやっぱ強いですね。はい、玉壁がうまく
こまめに発動できず、まあ、工芸の耐久のいい部分を殺されて、はい、致命虫もラストですね、工芸。まあ、聖丸の弓将、かなり強いキャラクター増えてきてますが、いい感じに対応してるんですよね、雪女が。まあ、ただこれは怠慢だから、人数が少ないと一発同感になりますが、敵人数が6名とか多いと、一発同感じゃなくて、ちょっと弱めの範囲攻撃になっちゃうんで、1対1体に対しては。まあ、そこは注意ですね。で、最後、陽線ですね。陽線のスキル1、いやー、いい標局のカット。めちゃくちゃカットしてますね。ちょっとレベル差でミスも出ちゃってますが、はい。で、対してこっちの攻撃、しっかり届いてましたね、今、致命まで。いや、怠慢の時の武将に対する防止のこの一撃ドカンは結構驚異的ですね。まあ、あとは明日のデッキ戦で、その場合ちょっと火力下がっちゃうんで、一体一体に対する火力は。それがどうなるかですね、雪女の場合。はい、そこに注目しながら見ていきたいと思いますが、まあ、怠慢は思った以上に虚弱なんかで相手も火力落ちるし、氷極なんかがうまくはまれば、はい、攻撃も全然効かないしということで、割と活躍しましたね。もちろん現環境トップクラスのアポロだとかマーリンなんかは厳しい戦いとなりましたが、まあ、雪女ちゃん自体のスペックとしては普通に強いなと言ってもいいんじゃないでしょうか。でこれプラス味方とのシナジーがデッキ戦では生まれる可能性もあるんで、明日のデッキ戦そこら辺楽しみにお待ちいただければと思います。まあ、雪女を舐めるなと、まあ、舐めるのはキャンディーだけにしてくれってことですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。するおすおす。